はい、どうも毎度おなじみゆうご .tv でーす。早速本日も人生に役立つ情報を一発通り一発読みで読んでいきたいと思います。共に学びましょう。それでは行ってみましょう。今日のお題は、そんな年じゃないからという人は自分で心の老いを認めている人。こちらのお題を今から読んでいきます。私、もうそんな年じゃないからという言葉を聞いたことがありませんか？そんな年とはどんな年でしょうか？この言葉は人生の中で言ってはいけない禁句の一つです。この言葉を言ってしまうと自分で心の老いを保身させてしまう恐れがあります。この一言はすでに心が老いていないかと出てこない、老いていないと出てこない言葉だからです。心が若くやる気のある人がもうこんな年だからという言葉は間違っても言いません。そんな言葉を言ってしまうと自分がすでに老いてしまっているのと認めることになってしまうからです。もうそんな年じゃないからと言っている人は決まって心も老けている人です。本人はそんなことはありませんよ、まだまだ若いじゃないですかと言ってもらいたいのかもしれません。しかし言ってもらおうと演技をしている時点でもう老いているのです。今まで気にしなかった一言かもしれませんが、これからは注意しましょう。年を取ってしまうごとにうっかり口にしてしまいがちな言葉ですが、気をつけたいところです。もうそんな年じゃないからほど心の老いをさらけ出した言葉はないのです。今日の格言、もうそんな年じゃないからを禁句にする。なるほど、すげえよくわかる。ついつい確かに言っちゃうね。気をつけよう。あと自分で気をつけてるのは、なるべくネガティブな言葉を使わないことにしてますね。使ったとしても心の中でごめんなさいって謝ったり、いけねえやっちまった、その後ポジティブな言葉を使うようにしたりはしてます。もう年だから、もうそんな年じゃないから、なるほどね。いつまでも若く心を若く、年齢は関係ない。カーネル・サンダースだってジジイになってからケンタッキーフライドチキンをして成功させた。年は関係ない、一生青春、これからも張り切って楽しんでいきましょう。ということで本日はこの辺で、どろん。